はい、皆さんどうも。フロントディベーラーの高さって重要なのよ。あ、これ、こことここの隙間を高さって言うんですよ。だから、ここがルーザーナって言うんですね。縦に調整幅があるじゃない。こういうのをルーザーナって言うんですね。で、ルーザーナになってて締めれば、ここの高さが調整できると。チェーンリングって実は場所によって刃の高さが違うから、一番高いところを基準にしてやりたい。これ、急にはね、ここの刃が一番高いと私は感じています。これがね、見にくいの。高さを見るのが見にくくて、私はこういうLED ライトを使ってます。これをですね、こうやって使うのよ。こう。LED ライトをここにこうやってやります。で、ちょっと角度つけてこっちに光が来ないようにしてやると、いいですか？ほら。わかりやすいでしょ。こうやると、で、真横から見る。真横から見ると、これないとね、わかりにくいんだよね。で、ライトで、しかもライトをちょっと向こうに向けてやると、ほら、わかりやすいよね。わかりやすいと思わない。私、老眼だからかしら。で、ここが一番高いから、目の高さは、FD の羽と同じ高さにする。これ、狭すぎんじゃないのというご意見もありますし、シマノのマニュアルだともうちょっと高くしろって言ってんだけど、私はこれぐらいがレスポンスがいいと思っております。まあ、当たっちゃダメだけどね。でね、あんまり低すぎると、こう踏み込んだ時、フレームがしなって当たることもあるね。うん。私はこうやって見てます。はい、こうやってね、ここにね、はい。